こぼれます、大江健三郎さんです。大江健三郎でございます。今日はこんなに多くの方が集まってくださいました。かつて私が出していただいた集会で最も大きい人々の集まりという印象がいたします。私は非常に力づけられております。ところが私が最初にちょっとお話ししますのは、私の友人の話でありまして、それは私にとってはあまり元気のいい話ということにはならないと思います。ちょうど3月でございましたが、ギュンター・グラスという小説家が亡くなったことをご存知だと思います。グラスは、私はある時突然ドイツからですね、このグラスの手紙が来た。そしてそれは私に往復書簡をやろうじゃないかというもので、私がそれに答えました。というのはギュンター・グラスというのは20年前もすでに非常に優れた大きい作家でした。そして私が彼から手紙が来るということは意外だった。ところがその手紙はですね、最初の手紙はどういうことだったかというと、君が文章を書いてる、小説を書いてる、その中に広島と長崎について触れている部分がある。それを自分は非常に強い印象と共に読んだって、それ聞いて往復書簡をしようではないかということなんです。ちょうどこの2月の半ばにギュンターは亡くなりましたが、その彼が亡くなったという新聞記事に一つスペインからの記事が合わせて載っておりました。それはギュンター・グラスが最後に、人生の最後に一つのインタビューを行ったというものです。そしてそのインタビューの文章が紹介されておりました。そして私はそれに強い印象を受けたんです。でその言葉とインタビューのギュンター・グラスの言葉は非常に小説の世界では激しい強い人ですが、穏やかな人物でありまして、こういう言葉でインタビューが行われていました。各地で戦争が起きている、我々は以前と同じ間違いを犯す恐れがある、これを自覚しておかなければまるで無勇病者のように世界大戦に突き進む可能性もあると、グラスが穏やかな言い方ですが言ったという言葉がありました。そして私はグラスが世界大戦に突き進む可能性があると言った時、彼の心の中には何があったかというと、核兵器による核戦争、またそれは大きい大原発の事故もそれに含まれますが、核爆発によって世界が滅びてしまうような戦争が実は次の戦争なんだというグラスの考え方がそこに見て取られると私は思ったんです。そう考えます理由が今申した20年前に彼から手紙が来た。そして私たちは往復書簡を行った。でその主題はですね、私たちがどのようにして
この最終戦争から自分たち自身を救うかということでした。でそれが私は現在のシネマのグラスにも彼にとっていやそれは起こらないだろうという確信があったのではないだろうと思うんです。そして私にしましても世界最終戦争が核兵器によって起こらないということを確信を持っているのではない、むしろその可能性が非常に大きくなってきているのではないかという思いを持っている、そういう時に彼の死に触れた。そして彼が最後に最も考えたことが世界大戦というものが起こるということだと。でそしてその世界大戦というものは核兵器による戦争にそれは違いないです。こんなにたくさんの核兵器があるんですから、そしてそれが最終的には最も力を持つ兵器はどのような陣営がそれを使うにしても核兵器なんですから、それを彼は考えていたと考えた、私は思った、私自身もそれを考えたということであります。さてこのようにあまり元気でのない話でになりまして始めましたが、私は今日本人が海外に向かって外国人に向けて喋った非常に重要な問題を非常に饒舌に喋ったということがある。それはアメリカの上院会の2つの議員での政治家たちに向かって日本の首相が安倍首相が喋った演説であります。それを私は英語で彼がやったものを録音でも聞きましたし、テレビでもそれが放送されておきました。でそこで私が考えたことはですね、この人が述べていることは決して私たちにとってはすなわちここに集まっていられる人たちを含めて原爆についてあるいは原爆について非常に重い不安を抱いている、それを何とか乗り越えることができるかどうかということをいつも考えていて、例えばグラスはそれを乗り越えることができないでいるという思いのまま死んだし、そして私もまたその思いのまま去っていくことにはなるのではないかと思っているからです。そういう私にとってこの安倍首相がですね非常に元気に喋ったあの両院アメリカの上下 両院での講演というものは私は嘘に満ちていると思うんです。それがあまりにもですね露骨な嘘で彼が喋っている。ところがアメリカでそれが放送されましたし、日本でもテレビで放送された。それに対してすっきりした虚偽の言葉が実は日本人からもアメリカ人からも効果的に述べられることはなかったのではないか、ないままがあるのではないか、それを私たちがどのようにひっくり返すかということが今最も大きい問題の一つだろうと思うからであります。彼が言ったことはですね、日本は今集団自衛権というものをこれまで日本人は憲法によってそれが禁じられているという意見で、それを自分たちが活用しようとしなかった。アメリカと日本の大きい同盟関係の中で、しかし日本はアメリカと共に集団的自衛権というものを使うということは決してしなかった。ところが今それを彼は使おうとしている。それは日本が自分たちにとって最も頼りになる有力な
仲間であるということを示したものであるというのが彼の安倍君の反応でした。そしてですね、そのことを大いに意識して安倍首相はあの話を長々と続けたと思います。ところがですね、私たちは日本が集団自衛権を用いて世界中の日本のすぐそば、日本の周辺のというようなことはもうすでに言ってない。世界のあらゆる場所で戦争が起こる、アメリカに対する攻撃が行われる、その時ですね、日本人はそれに対する抵抗というものを、軍事的な抵抗です、今やろうとしているんだと安倍ははっきり言ったわけです。しかもですね、自分はそのために法律をいくつも作ろうとしているんだと彼は言った。これを読めば、これを聞けば、多くのアメリカ人が、あるいは多くのヨーロッパ人も、日本は今憲法、あの憲法の三条というもので、日本にはこういう特別な生き方があるんだと、それがあの大きい戦争の犠牲の上に立って自分たちが決意したものであって、それをずっとですね、50年も持ち答えてきているんだと、それが日本に対する我々の考え方だった。ところが今ですね、安倍はある考え方は日本人から、日本人はそれを乗り越えたんだと、それはもう日本人の考え方ではない、日本は世界のあらゆる場所でアメリカとある敵勢力の戦いが起これば、そこに積極的に参加するだろう、それを彼らは積極的な平和主義と呼んでいるんだと、そう多くのアメリカの新聞が報道しました。それは安倍がそのように話したからです。ところが、それは本当だろうか。安倍は確かに今言ったような考え方を述べています。実際にそれを行おうとしている。ところが安倍がですね、それを国会で議員たちにはっきり説明したことはないです。今に至ってもですね、政治的な場所で、体制的な、例えばこういう場所で彼がはっきり自分たちが憲法三条を捨て去る決意をしたんだということを言ったのではない。そしてそれが実は日本人が国会でそれを採用しようとしているんだと、そして来年あるいは再来年には憲法が作り変えられるだろう、日本はすっかり新しい存在となって、世界のアメリカの戦争に対して非常に力強い仲間となるだろうということを言っている。彼はそう外国で繰り返し言いながら、日本ではまだそれを国会で、あるいはそれに準ずるような場所ではっきり述べてですね、そして我々の皆さんの日本人の承諾を得た、賛同を得たということはないんだと、それを私たちは改めて考え直さなければならない、それをはっきり言う必要があると私は考えるものであります。集団自衛権というふうなものを日本人が使うということを国会で法律が、それをそのための法律を作ろうと彼らは言っているけれども、それができたわけではない。そしてしかもですね、来年今年の秋の国会で、あるいは来年、自分たちは確実にこの集団的自衛権も含めて、それこそ、積極的な平和主義の世界中で
戦いをする憲法というものにするんだと安倍は言って